えこちらがですね米国小麦先物の,のチャートなんですけどもこれご覧になってお分かりいただけるようにロシアウクライナのあたりで最も高騰したのがここなんですよねでも高騰したのは本当に一瞬ですよ前後このぐらいでロシアウクライナ侵攻前の価格ってのはだいたいこのあたりでしょっていうことは今の価格ってここなんですよ、うん、確かに 世界的な値上がりっていうのは徐々に起きてきますけけどもこれはまだね平時の時なんですよでこの辺りで値段も高騰したんですけどもロシアウクライナ侵攻があった時っていうのにグッと値段が上がりましたよねこれは納得できることじゃないですかでも今2024年の後半に入って今この価格なんですよってことは戦争があったことなんてもうね通り過ぎて価格は安定してるわけなんですよね でも、一旦値上がりした末端価格は下がらない。まあ、要するに、あの、仕入れ価格は大元ではね、あのこの先物では値段は戻ってるのに、末端に行くまでに、随分利材を持っていってるところがあるってことなんですよ。まあ、これが一つ目ですよね。はい。そしてこれがね、原油の先物なんですよ。原油の先物、さっきと違った、 あチャートなんで見にくいかもしれませんけどもそんなに難しくありませんロシアウクライナ侵攻が起きたのがここです確かに、まあ、1バレルね120円突破してますよすごい高くなりましたねあのロシアウクライナシェールガスの問題とかロシアがあまあ石油資源をね手放さなくなったってこともあって高くなったのは高くなったと思うんですよしかしそれも本当一瞬のことでねこのあたりですよ 今2024年でしょ価格ってのが、まあ、このあたりですよ。1バレル80ドル。1バレル80ドルってのは確かに高くなったんですけども、じゃあ120のマックスから3分の2まで下がってるわけですよね。で、この1バレル80ドルってのがどのあたりの水準かっていうと、まあ、このあたりですよね。 うん、そうなると、2018年当時、2019年当時の価格に下がってるから、この時の、例えば末端価格、ガソリンだったらね、リッター140円とか50円でいいわけなんですよ。なのに、今もう、リッターね、200円超えてるわけなんですよ。で、私たちが目にするのは、まあ、リッター170円とか180円あたりだと思いますけども、それは激減緩和措置っていうのが入っていて、 石油元売り各社に補助金が入っている、それが、ああ、末端価格になるまでに緩和されて、まあ、今のガソリン価格に落ち着いてるわけですけども、実際は激減緩和措置がなかったら200円超えてるっていうわけでしょでも、200円を超える末端価格にする必要がないんですよ。別に、この時と同じように、150円ぐらいでも、ちゃんとバランス取れてるはずなのに、結局多くの人は、ロシア、ウクライナの,あの戦争がね、まだ続いてるから、 値段が高くてもしょうがないというふうに思ってますし、私も一見そう思ったんですけども、こういうふうに市場を見てみると、1バレル80円、確かにまあ高めではあるんですけども、私たちがね、あの石油、酒物が高いっていうのは、1バレル100円を超えたときに、うわ高くなったなーっていうふうに思うわけですよ、2015年もこういう時がありました、戦争でもなんでもないんですよ、1バレル100円超えてるんですよね、ちょっと消えてますけども。 そう考えていくと、私がね、今生きてる中でも、1バレル100ドルを超えた時っていうのは、1バレル100ドルね。これ、3回目か4回目なんですよ。じゃあその時にガソリン価格が急に上がったかって言ったら、そんなに上がってないんですよね。備蓄を解放したりとか、他のエネルギーを転加したりとかして、値段上がらずに来てるわけなんですよ。まあどうもこの辺にね、なんか先物と末端価格の間の、 なんか闇があるなと思うわけなんですけどもね。